はい、どうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、姿勢の崩れが肩こりを招くということで、不良姿勢が招く肩こり発生のメカニズムとですね、その解消の鍵となる肩甲骨についてですね、その構造を解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。まずその前提としてなんですが、人の体は日常生活における何気ない動作がですね、きっかけとなって姿勢がこう崩れてしまいます。すると、体にはそもそも安定性、スタビリティというものと、動作性、モビリティというものがあって、この相互作用がですね、全身の姿勢、筋のバランスをとってるんですけども、このバランスが崩れます。この影響で何が起こるかというと、特に肩が前の方に巻き込まれて、顎が突き出る不良姿勢、いわゆる猫背になってしまうということが多くて、これがですね、肩こりの最も有力な原因の一つというふうに考えられています。で、これ猫背のような不良姿勢を取り続けてしまうと、体のいろんな箇所にこう影響が現れてはくるんですが、特にですね、肩周りの動きが悪化をしてしまって、筋が固まってしまって、うまく機能しなくなります。すると組織が傷ついて、血行が悪化して血流が滞ります。そうなると痛みのもとになる発痛物質が現れて、これがまた滞留溜まってしまうことで、それが神経を介して脳に伝わって、それが肩の痛みやこりとなって現れます。で、加えてこの猫背による肩こりについては、この頭痛を伴うケースというのも結構ありまして、特に女性の方で多いんですが、頭が締め付けられるような頭痛、あるいは後頭部から首筋にかけてのこう重苦しい頭痛、これを緊張型頭痛というふうに言うんですが、その大半にはやはり肩こりが伴うというふうに言われておりますので、これによってこう健康的な生活に支障をきたしてしまいますので、ぜひこのあたり参考にしていただけると幸いです。ではこの点を踏まえた上で、ここからはこの不良姿勢と肩こり改善の鍵となる肩甲骨について解説をさせていただきます。そもそもじゃあ肩甲骨とは何かというと、このスライドの通りになるんですが、人の肩から背中にかけて存在する左右一体ある逆三角形型の扁平な骨になります。で、その両端にこうくぼみがありまして、そこに腕の骨、上腕骨がですね、ちょうどこう入り込むような構造になっています。で、この部分はいわゆる肩関節、正式には肩甲上腕関節という名称になるんですが、ただ広い意味ではこう鎖骨ですとか、背骨を背の部分もですね、広い意味では肩関節というふうに含まれてきます。で、肩関節は関節の中でも特に大きく自由に動かすことができるという反面ですね、その周りには多くの筋が存在して、かつそれはですね、人体によってこう補強されているというところ、そういう構造上の特徴があります。で、この肩甲骨、大きく2つ特徴が挙げられています。1つは腕や肩と連動をして、手を自由に大きく動かすという特性があるんです。これを専門的には肩甲上腕リズムというふうに言うんですが、これが1つの特徴で、もう1つは腕や肩をと通してこう左右バランスよくこう動かすことで姿勢を調整するという役割があります。で、この肩甲骨、それから肩関節というのは動かしやすいんですが、反面こう猫背なんかの不良姿勢、そういった一つの悪影響がですね、きっかけとなって制限を受けやすいという実は特徴もあります。つまり肩甲骨の動きが悪くなるということが姿勢の悪化にもつながって、さらにそれが肩こりにもつながるという原因というふうに言い換えることができるんですが、逆に言うとこれですね、肩甲骨周りの動きを高めると肩こり解消を目指すということができますので、ぜひこの辺りをですね、参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきまして、どうもありがとうございました。ではまた。